地母神。地母神、地母神、地母神。母なる神は、一般的な多産、肥沃、豊穣をもたらす神で、大地の豊かなる体現である。大地の母として描かれる。母なる神は、多くの社会において、深く崇められてきた。ジェームズ・フレーザー、禁止編の著者や、彼に影響された人々、 ロバート・グレーブズやマリア・ギンブタスは、論を進め、すべての欧州と英外海沿岸地域の母親信仰は、新石器時代に遡る、先インドヨーロッパの母系社会を起源とするという、ところまで行った。父なる天を信仰する、遊牧民が母なる大地を信仰する、農耕民を力づくで征服したとする説である、天空神概念の歴史。メソポタミアの各地で、 起源を同一とすると見られる一連の地母神が認められる。すなわちなどである。イシュタル、アシュトレとアスタルテは祭祀の上と言語学の上から同一の神格がそれぞれの地方で信仰されたものと見られる。彼女らは金星神であり、また天の女主人と呼ばれた。フェニキアのアスタルテはギリシアに伝わり、アプロディーテイとなり、キプロスを中心として信仰された。 端的な地母神として、世界と神々の母である、ガイア・ゲイが認められる。また、小アジアのキュベレイやクレタ島のレアも、代表的な地母神である。小アジアのアルテミス祭祀は遅く、ギリシア人の神話体系に入り、そこでは、狩猟を好む、諸女神とされたものの、本来は、森の女神として、地母神性格を持っていたと推察される。小アジア、エペソスに伝わった。 多数のチブを持つ心臓がそのことを示唆する。神話において、ゼウスの妹にして、妻とされるヘイラーは、おそらく先住民族の地母神であったという説がある。この説に従えば、ゼウスの愛人とされる人間の女や、ニュムペイなども、本来は、それぞれの地方の地母神となる。こうした原初的な地母神や狩猟と深く結びついた地母神に対し、 デーメーテールとその娘、ペルセポネーの神話は、濃厚文化の周期的な季節の交代に、特徴付けられた大地感を表している。デー、テールとは、母なる大地の意。使と再生の神ん称。エーゲ海沿岸、アナトリア、古代中近東の文明圏では、母なる神は、キュベレー、ローマでは、マグナマーテル、大いなる母、ガイア、レアーとして崇拝された。 古典ギリシアのオリンピアの女神たちも母なる神としての性格を多分に備えていた。ヘーラー、デイメーテール、アテーナーもそうである。クレータ島では母なる神の一族性として、百獣の女王、ポトニアセロン、キュベレガイブリンク三章が挙げられる。その性質は時として、女下流のアルテミスに属されることもある。エペソスで作られた古代のアルテミス共像は、この点を、 ある程度とどめている、ギリシアのチボシン。スカンディナビアでは、女神は、青銅器時代から崇拝されていた。後に、ゲルマン神話のネルトゥスとして知られることになる。他にも、チボシンと見られる女神が、神殿に祀られている。しかし、ネルトゥスの方は、ニュルズという男性神に変化している。ヒンドゥーの文脈では、母性への崇拝は、 初期のベイダ文化がかそれ以前まで辿れるだろう。今日では主樹の女神、デイビが見られる。それらは世界の創造的な力を表現している。マヤやプラクリティのように神々の大地を治める力である。その場所から宇宙全体の存在が投影される。よってこの女神は大地であるばかりではない。地母神という側面はパールバティが補っている。 ヒンドゥー教の姿の一つである、シャクティ主義は、ベーダーンタ、サンキア及びタントラ教、ヒンドゥー哲学と密接な関係がある、徹底した一元論である。バクティオーガの伝統も深く、これに関係している。シャクティという女性的なエネルギーが、ヒンドゥー教における、現象宇宙のあらゆる存在や動きの背後にある。宇宙そのものはブラフマンであり、これは、普遍の、無限の、 内在的であり、超越的な世界精神である。男性的な能力は女性的なダイナミズムによって実現され、そのダイナミズムは様々な女神によって体現され、その女神は元を正せば一人の母神である。鍵になる文書がデイビー・マーハートミアである。これは初期のベーダ神学、信仰のウパニシャット哲学、発展中のタントラ教をまとめて、 シャクティ教を称賛する注釈としたものである。自我、もうまい、欲望といった悪魔が魂をマーヤーに自爆する、心霊的にも、肉体的にも。それを解き放てるのは、母マヤ、シャクティ彼女自身だけである。このため、内在する、母デビの焦点を強力に、愛情を持ち、自己を溶かし込むような集中力を持って絞り込み、シャクタ、シャクティ神道をこう呼ぶこともあるを集中させると、 時空と因果律の奥に潜む真実を知ることができ、輪廻からの下脱ができるのである。聖母マリアを母なる神であると考える人々がいる。彼女は母性的な役目を果たしているだけでなく、人を守る力を振るい、神との仲裁役を果たしているからである。プロテスタントはカトリックをマリアを女神として見ていると非難するが、カトリック側はそれを否定している。 末日聖徒イエス・キリスト教会では、アンモ・ヘブン・リー・マザーの名前を用い、競技場礼拝は認められてはいないが、個人として稀に礼拝している。地母神の典型例は、ケルト神話に見られる。ダヌは、ケルトの神殿トゥアハでダナーン。コアイルランド語でダヌの民の意の神々の先祖であり、その名のもとになった、古い女神である。生命の源であり、火、へっつい、命。 歌といったものの神である。母なる神は法上の女神、戦いと破壊の女神といった性格で定義されるが、生命を生み、奪うという性質が、日本神話のイザナミと同様一般的な要件となる。ケルト神話では、女王、メズブがその性格を持っている。メズブは戦を、よくし、クアルンゲの牛鳥の中で、指導的な役割を果たす。この点で、 戦の女神の性質を継いでいる。メズブは、後に北条神としても扱われるようになった。エウヘメロス的な北条神としての性格は常に、親しい桃たちと妥協している点に示され、また浮気な性格でも有名だった。さらに、妖精の女王マブと混交していった。メイブ、メズブの英語読みの名は、ウィリアム・シェイクスピアの、ロミオとジュリエットにも夢に絡んだ。 魔球シオの独白の中に現れる。そこでは、メイブは諸女を妊娠させる一種のフェアリーとしての役割を負っている。彼女が小人と妊娠に関係していることは重要である。ケルトの神話の中では、小人を飲み込むと妊娠するという話が何回か出現する。これらは、メズブガトキと共に包丁神としての性格を強めて言ったことを示していると思われる。 母なる神は仮に直接自然を制御しない場合でも、常に自然と、特に大地と関連づけられることであろう。生命の神秘、それを生み出す。母の力、それら全てを迎え入れる自然。古代の、特に母系の社会では、多くの場合大地を母親と捉え、全ての生命の源と信じたであろう。かくして、母のアーキタイプ、原型となった。このような性格は、 現在の地母神の見方からは大方失われ、自然とのつながりが主たる特徴になっている。この現在の特徴は、新たに得られつつある象徴なのであろう。現在、過去を問わず、世界中の文明で、母なる神は、女性の像と融合し、結びついてきた。母なる神は、現代のウィッカ、ウィッカラや、復興異教主義者、ネオ・ペイグネザムラによっても崇拝されている。 これらのグループでは、地母神は、母なる大地と捉えられている。実際、www の検索エンジンを用いて、スピリチュアリティグレートマザーワーシップゴディスなどの言葉で、検索すると、ウィカ、フェミニンスピリチュアリティ、ゴディスワーシップなどの言葉を中心として、非常に多数の、異教的女神崇拝を伝えるサイトが出てくる。これらの現代の女神崇拝は、 組織的な大教団の形を取らず、個人的な信仰となっている。表面的に見えにくいが、大きな精神運動の一つとなっている様子が、うかがえる。日本神話のイザナギとイザナミは、それぞれ天父と地母であるとされる。また、縄文時代の遺物である土偶は、地母神をかたどって制作されたものと考えられている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。